さん、こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは第8課の4番目のビデオ、単語の13番からです。ですね、教科書はこちらの大家でやっぷゆダジャダルユ、みんなの日本語の中級の2番です。ページは台湾バージョンでは42ページの、ここからですね。で、昨日はもったいないをやったからここですね。この辺りやっていきます。この辺りですね。と、今日は13番の鍋からですね。で、鍋はもう漢字を見たら分かりますね。ホットポットだよね。ホットポット。でも皆さん、これ、ね、鍋は物の名前です。例えばこれ、これはグラスと言いますよね。これね、コンテナーね。で、鍋というと、ちょっと絵が下手でごめんなさい。でも、料理をするときに使う、こう、手で持ったり、こう、小さいのから、小さいのは、例えばミルクパンとか言いますよね。あと、日本だと、こう、卵焼きを使う、こう、ちょっと長いのとか、例えばこれぐらいのサイズとか、パスタを茹でる、この大きいのとか、いろいろなタイプがありますね。大きいのは大鍋、中くらいというの、ミドサイズ、中鍋とか、小さいと小鍋と言いますけど、で、その鍋の、の他に、鍋料理の料理を省略した言い方で、例えばね、今日の晩ご飯のメニューは鍋にします。鍋にしましょう。これ、にするは決定の意味だよね。Let's have ね、hot pot tonight みたいな。今晩は鍋にしましょう。鍋を食べましょう。食べるとかいうふうに使ったりもします。で、それから、鍋料理の有名なのね、いくつか書いてみました。いくつかじゃないか、結構たくさん。私は鍋が大好きだから。皆さん、鍋料理は香港ではの季節は関係ありませんね。春、夏、秋、冬ね、4つの季節いつでも鍋料理がね食べられますけど、日本では実はそうじゃありません。日本では鍋料理といったらいつでしょう？そう、冬ですね。まあ、秋でもいいけど、寒い時に食べるのが鍋料理です。で、ね、鍋料理ね、まずはすき焼きですね。で、すき焼き、焼きというので、実際はそんなに鍋の感じはしないんですけど、すき焼き、これは皆さん食べたことありますか？普通は牛肉を使って、そう、ちょっと厚いのね、ちょっと厚めの、しゃぶしゃぶのお肉とすき焼きのお肉はちょっと違うんですよ。知っていますか？で、すき焼きのお肉はね、ちょっと厚くて、なんかこう大きい感じでね。で、それで、そうですね、なんか野菜はの、ね、いろんな野菜を入れるんですけど、葉っぱだと白菜といって、まあ、白い、ね、葉の野菜ですね。それから、キノコ、ね、マッシュルーム、キノコを入れたり、お豆腐とか、こんにゃくのね、しらたきとかね、入れて食べます。で、すき焼き、生の卵だね。生、今日後で出てきますけど、この生、ね、生、ローね、生の卵をこう溶いてってね。で、こう、そのお肉をここに入れて食べます。皆さん、生の卵は食べられますか？日本の人はかなり好きですけどね。卵かけご飯とかね、TKG というかね、卵かけご飯、TKG とかね、生卵をね、食べる人多いですけど。香港の人はなんかあまり好きじゃないみたいですね。それから、このしゃぶしゃぶですよね。しゃぶしゃぶはこのアクションね、こうお肉、こう鍋の中にこうお肉を入れてこうする、これがしゃぶしゃぶというとよく言われていますけど、本当でしょうかね。しゃぶしゃぶですよね。で、それから、おでん。おでんね、広東語はね、グアンドンジューでね、おでんですね。普通話だと何だろう？グアンドンジュー。あ、同じかな？わからない。おでん。というのがたくさんね、その魚、ミンチとフィッシュね、魚をなんかすりつぶしたもの、いろんな形になったのが中に入ってたりします。あと、お大根とかね、大根のね、ローバーとか、ああいうのもすごく美味しいですね、おでん。それから、これは水炊きと言います。水炊きは多分ね、九州の福岡の食べ物で、鶏肉を使います。すき焼き、しゃぶしゃぶは牛肉を使って、おでんは魚がとても多いです。そして水炊きは鶏肉ですね。すごくシンプルで食べやすいから、私の母は水炊きをよく家でしてくれました。それから、こちらはちょっとね、
あまり香港で食べられない お鍋なので、よかったら日本に行った時食べてください。まずは私の出身地の北海道の札幌ですねにある石狩鍋ですね。石狩鍋は北海道の鍋で、メインがね、鮭です。鮭はサーモンね、サーモンがたくさん入っている石狩鍋ですね。本当に美味しいです。ベースはね、味噌ベースになっています。あとね、これも面白い、ちゃんこ鍋。ちゃんこというのは皆さん相撲わかる、こうすごくさ大きい男の人、日本のスポーツね、なんだっけ、広東語ションモーだっけ、こうなんかね、相撲レスラーね、こう太くて大きい、背も高いんだけど、200キロぐらいの男の人たちがこうなんかレスリングをするのね、スポーツですけど、あの人たちが食べるご飯をちゃんこと言います。実はスパゲティでも、例えば何ですか、グーローヨとか酢豚とか、ああいう広東料理を食べても、とにかく相撲レスラーね、相撲の力士の人が食べていたら、みんなで一緒に食べていたら、あれをちゃんこと言いますけど、ちゃんこ鍋というと相撲の力士さんたちが食べていた、栄養があって、だいたい野菜やお肉がたくさん入っている、とても美味しいご飯が多いです。これよくね、京都や東京の街の中でね、ちゃんこ料理のお店がね、あったりします。昔相撲レスラー力士だった人がやってたりするので、結構面白いですね。ぜひ食べに行ってください。本当に美味しい店が多いです。それからてっちりですね。てっちりというのはGoogle によると、大阪で始まった料理だそうです。でね、てっちりというのはこうね、フグわかる、このパフィーフィッシュ、これね、フグの毒がありますよね、ポイズンね、毒がありますから、江戸時代、ゴングスイドイね、江戸エアラね、だいたい400年ぐらい前ね、にその時の政府は本当に危ない、美味しいけれど危ない魚だから、みんなにね、食べてはいけないとね、禁止しました。だけど本当に美味しいですから、みんな秘密で食べていました。秘密だから大きい声で街の中で、フグ鍋を食べます、フグ料理を食べますと言ったらちょっとダメだから、それで秘密の言葉でね、秘密、シークレットワードで、てっちりと言いました。てというのは鉄ですね、アイアンね、てこれね、鉄砲パンパンパンって言うでしょ、ガンシューティングね、鉄砲の意味です。鉄砲ね、ガンの意味がある。でそれでチリというのは大阪のその鍋のタイプで、ね、醤油とかこうポン酢ね、ポン酢ソースで食べる。ポン酢ってね、醤油となんかなんだ、カボスってなんかこうライムみたいな、ライム、醤油とかライムとか入れて、でだしスープベースに入れるタイプのチリと言いました。なのでてっちりというのはガンかな、シューティングなんかソースベースのライムが入ってるホットポットみたいな意味ですね。てっちりと言います。てっちりはフグだけです。本当に美味しいですね。冬のここね、この料理は全部の冬に食べられますから、日本へね、冬に旅行した時にはぜひ食べに行ってください。次ですね、14番、言葉遣いです。で、ね、言葉遣いというのはこういうね、言葉の使い方という意味じゃありません。言葉遣いというのは例えば皆さんの前にみんなの日本語ね、深海2番で敬語を練習しましたよね。敬語、リスペクトフォームね。例えば先生とか年上の人とかお客さんに会った時には敬語、リスペクトフォームを使いましょうとか、例えば学校にいる時には少しフォーマル、会社や学校では丁寧敬語ね、ですますを使いましょうとかね、家にいる時にはそんなにね、丁寧じゃなくてもいいけど、悪い言葉でね、なんかバカとかアホとかね、ああいうね、悪い言葉使わないようにしましょうとか、ああいうのね、言葉遣いですね。綺麗な言葉を使いましょうという意味です。一緒に使う言葉、例えば言葉遣いに気をつける、ね、注意する、ね、Be careful ね、それから言葉遣いを直します。直しますというのは綺麗にします、正しくしますね、いい言葉を使います。それから形容詞だとね、言葉遣いが悪いですね、悪い、まあだから悪い言葉を使うとか、言葉遣いが荒い、荒いってラフの意味だよね、なんか香港の人は結構言葉遣い荒いですねそれから他にはね、例えばお父さんやお母さんや先生が
言葉遣いにうるさいとか厳しいと言います。うるさい厳しいは同じ意味ですね。皆さん綺麗な日本語を使ってくださいねってね、何回も何回も言ってね、厳しいですね、うるさいとかね。次行きましょう。次は15番ですね。生ですね。生はあの料理していません、なんか火だよね、ファイヤーね、 do not cook on fire ね、 raw fresh の意味だよね。で生なんですけど名詞です。使い方は例えばね、この教科書の時にはね、生で食べる eat raw だね。それから生のまま、ままはねそのままのままです。料理しないでのにね、生のまま食べますですね。それから他にもね、こうやって名詞と一緒にしても一つの単語で、生野菜、生野菜はサラダだよね、サラダね、生野菜とか、あと生ビール、ドラフトビア、生ビールとか、生ハム、皆さん聞いたことある？生ハムはね、プロシュート、あのパルマハムのことね、生ハムと言います。なんか生ハムとなんかメロンを一緒に食べたり、あの生ハムのサンドイッチとかありますよね、生ハム。それから生放送、ね、生放送はねライブです。皆さんこのビデオは生放送じゃありませんね、ライブじゃないですね。私はいつもあのエディティング、ね、編集はしないけど、でも録画してリコードね、録画して、でそれをあのだいたいあの毎日一つずつゆっくりゆっくりね、少しずつあのアップロードしています。それからですね、あとね、このあたりのね、この生はよくねひらがなで書くんですけど、あの、皆さん中途半端なの、あの意味は分かりますか？完璧じゃないの、completed ね、不修完全だねの意味で使います。例えばね、生煮えというのは、例えばね鶏肉を食べるときとか、あのきちんとあの煮たり焼いたり揚げたりした方がいいですよね。だけどなんかあの中が生の感じで気持ちが悪い感じでね、生煮えと言います。なんかきちんと料理できていない状態です。それからね、生学生というとね、これはね、あの一生懸命勉強していない、きちんと勉強していない学生のことです。皆さん生学生じゃないですよね。それからね、あの生かじりですね。生かじりますって、こう食べ物をね、ただリンゴをこう、ってかじります。だけどこの意味はその意味じゃなくて、生かじりというのはちょっとだけ練習する、ちょっとだけ勉強しましたの意味です。皆さん今もう中級だから、まあ、生かじりじゃないけど、よくね香港に、ね、住んでいる私は、あ、私ねちょっと日本語が分かります、ちょっと分かるが本当にちょっとだけだから、あの会話ができない状態です、ね、あれはね生かじりと言います。日本語は生かじりですとか、英語は生かじりで全然上手じゃありませんとかね、あの言葉だけじゃなくてもダンスとか歌とか料理とかね、何かあの勉強することをきちんとよく勉強してないときは生かじりと言ったりします。でそれからですね、16番、専門的なですね。専門的なっていうと、まあこうなんかプロフェッショナリーな感じかな、な形容詞ね。例えば一緒に使う言葉、専門的な知識、専門的な技術とか、専門的な訓練、アドバイス、仕事、研究など言いますね、うん、でそれから17番はですね、社会勉強ですね。でね、社会勉強というのは、まあ、社会の勉強ですけど、動詞はするを使ってください。で、ね、どういうことかというと、実社会で、実っていうのは本当の実際のだよね、実社会で自分の知らない社会の仕組みというのは、あのシステムの感じかな、システムのことをね、社会がどういう状態ですかって。なので例えば学生さん、ね、学生、大学、高校生や大学生はあの学校で毎日いろいろ勉強していますよね、知識を入れているけれど、でもあの本当に大学や高校を卒業した後での会社で働いたり社会でいろいろ経験したりまだしていませんね。ですからね、社会勉強のためにね、社会勉強をするためにあのアルバイトをしたりするといいですよね。私はよくね、自分 の大学生や高校生の生徒さんに、あの日本語の勉強の他にね、あの学生の間に100個はちょっと多いかな、100個ぐらいあのアルバイトをしたらいいよとよく言っています。まあ100は例えばですけど、まあ50でもいいですけどね、いろいろ なんか仕事とかアルバイトとか、まあお金をもらわなくてもボランティアでも
あとインターンシップでもいいと思うんですけど、あの実社会でいろいろな経験をすると、自分が何をやりたいか、自分がどんな人か、自分に何ができて何が楽しいと思うか分かりますよね。なので私はよくそれを勧めています。あのなんか社会勉強には、あの私も大好きな旅行もね、社会勉強になるかなと思っています。皆さんはどんな社会勉強をね、これからしたいと思いますか？あの今日本語を勉強しているので、あの夏休みや冬休みに、あの大人でもね、なんか20代30代40代ね、何歳になっても、あの言葉を勉強していたら、その国にね留学するのが一番いいと思います。よかったら1週間からね、日本はね留学やあのホームステイができますから、よかったらやってみてください。素晴らしい社会勉強になると思います。じゃあ今日のビデオここまでにしましょう。あのここまで見てくれた人のライクしておいてくれると嬉しいです。あともしまだサブスクライブしてない人はね、よかったらサブスクライブしてくれたら、今までに撮った720、30ぐらいかなのビデオ全部見ることができますので、ぜひ一緒にね勉強してみませんか。あと他にあの、日本語を勉強している人がいたらね、お友達がいたら紹介してくれるとすごく嬉しいです。じゃあここまで一緒に勉強してくれてありがとうございます。また明日一緒に勉強しましょうね。バイバイ、お疲れ様。